はい、それでは今日もやっていきましょう。で、まあ前回はなんだっけ、いろいろと、あ、そうだ。釣り竿を購入しまして、この重りとかね、浮きとか、いろいろ確認してみた結果は、まあどうなんでしょうねっていう。そこから跳ね返らなくなるみたいなのが個人的にはいいのかなーっていう。今のところはね。まあでも、狙う魚によって多分違うのかなーっていうのが、今のところの感覚なんで、要所要所でね、変えていけばいいのかなーと思っているんで。で、ちょっと、そうだね、魚、もうちょっと。釣った方がいいよね。多分、まだ釣ってない魚がいっぱいいると思うんで、そこら辺をね。あ、そうなんだ。餌くれたね。ありがたい。マーニー、ありがとう。これで、まあ、全然、いらないな。これ、トウモロコシは？できてる？ここはできてんのか。これはまだだよね、多分。で、ここで新しくまたね、植えたんで。お、これできてんじゃない？あ、これクランベリーなんだ。クランベリーってなんだ？ 38。なるほど。これはこれ。あ、これ、収穫できる、これ。なんだこれ。これがアマランサスなんだ。これはどんな感じ？おー、これ、70だって、これいいな、これ。60ぐらいが多分。アマランサスいいな。お、チンゲンサイ来た。どこに何を植えてんのか覚えてないから。大変だよね。これがまだか。8日目なんで、これ12ぐらいかな。まだまだ先っぽいね。アマランサスいいな。取ってくるかな。卵、頑張れよ、お前ら。いっぱいちょうだいね。で、まあ他のね、動物の親とかも、作りたいんだけど、ちょっとね。まあ、冬にあったら冬用の種を買わないといけないんで。ブラックベリー。手を貸してくれないか。なんだろう、これ。カゴをなくしたってどういうこと？ライナスってどこにいるんだろう。どこにあるんだろう。これ、マーニーにこれ、あげに行こうか。これも早めにあげに行った方がいいな。あと、マーニーね、いなくなるの早いんで。これ、まあ、1個だから。70はでもこれ、もう置いといていいな。あんまり、渡さなくてもいいか。え、待てよ。種はどうなってんだ？足らないところあるよね。アマランサス持ってきて買ってきてもいいよな。買ってくるか。いくらだっけ？欲しいな。エネルギー回復用に欲しいよね。ウィリー、イワシ。弱
160なぁ。ちょっと低いなぁ。あったあった、70なんだ。ね、40ぐらいでいいわ。エネルギー供給用に欲しいわ。あ、マーニーいるじゃん。ちょっと待って、マーニー、待って。マーニー。おしよし。おーしよしよしよし。よかったね。クリア。牛が食べるんだ、これ。500円でかいな。マーニー、これ食べる、これ。お、いいね。ブドウ。欲しいんだ。食いしん坊だね。うん。まあ、よかったんじゃないかな。行かなくてよかったね。そうか、マーニーってこっちに来てんだね。なんか早めにいなくなったりするんで、どうしてんのかなと思ったんだけど。街の中に来てんだね。意外と早いんだよね。だから、とっとといなくなるんで困るんだよね。ベイリーちょっと置いとくか。で、この卵とかの、これ、外に置いてもワンチャンありかな、これ。どうかな。どう？ここら辺に、で、どうしようかな。どこがいいかな。ここに、邪魔になるか。位置的にどこら辺がいいかな。いや、でもここが多分いいと思うんだよな。並び的にいいよね、これ。隣だし。ほら、ちょうどいいな。ってことを考え、あ、でもな、これ、溶鉱炉はこのまんまでいいかな。あ、全部外の方が多分最終的にはいいんだろうね。で、金で、ブラックベリー。ブラックベリーは、そうだ。あれがないんだ。4ついるから、秋の種。作れないんだよね、なかなか。意外と大変だよな。俺、3個もいらんよな。ね、でもいるのかな？どうなんだろう。トウモロコシは、あれない？あるわ。こんなにいらないだろ。このトウモロコシは、しまって、しまわなくてもいいかな？いらないかな？こんなにいらないよな、多分な。まあでも、もう、しばらく置いとこう。公民館にいろいろ持っていかないといけないかもしんないよな。ここら辺がちょっと大変だよね、これ。これほんと、しまうのが今一番大変なんだよね。かなり参ってるわ。どうしよう、これ。で、あとなんだっけ？トウモロコシにブラックベリーじゃないわ。なんだっけ、これ。クランベリーね。で、キノコ。キノコこんなにいるか？どうなんだ、これ。いつか料理作るとか言うときにいるかなーなんてね。余計なことを考えているんで。トウモロコシは売るんだよね。ジョウロってどこに置いたっけ、俺。じゃあ、間違えた。何してんの、お前。何食ってんの、お前。食べるんじゃないよ。あれ、ジョウロって、あれ？あれ？じょうろなくない？俺の目に映らないんだけど。あれ？
あれ、ジョウロって、あれ？俺どこやったんだ、ジョウロ。ジョウロって修理したっけ？え？俺間違えてジョウロやっちゃったのかな？ん？ちょっと目がおかしくなってるんで、ジョウロのことは、忘れましょう。はい。あ、これ入れてないんじゃないこれ。入れた俺、これ。あ、入れてないじゃん。もったいな。で、これなんだっけ？あ、これ、ジオードだ。もう覚えてないわ、もう。やばいわ、これ。ジオードが、だから、ジオード。ジオードってもうないんだっけ？あれ？あれ、俺、ジオードってもう全部やっちゃった？え？なんか俺おかしなことになってないか？アマランサスあるじゃん。ちょっと、どこへ行ってる間に。もう材料はなくなったね。まあいいか。しばらく様子見ましょう。で、ここらへん、あ、そうだ。カニカゴもやらないといけないんだ。これ大変なんだけど。頭で処理が。何の音だ？ん？今なんか音しなかった？あれ？気のせいか。で、あとは特に上だ。あるある。なんかポチッと音しない？俺の音か、これ。種を植えてる音かな。まあいいや。今のところはこれぐらいで。いいかな。はい。ジョウロがなくなってしまいましたが、まあ気にせず行きましょうか。これなぁ。釣りやりたいなと思ったんだけど、鉱石がなくなってしまったんで、一回行った方がいいよね。狩りに。狩りに行きましょうか。おー、できた、すごい。俺はスンバだし。で、まあこんな売ってしまえばいいんじゃないか。これ、ちょっとマヨネーズ置いといて。マヨネーズ、そのいら、これでもな、こっから加工とかできんのかな、将来的に。基本的にどんどんと加工していった方が、その分金が上がるようになってるっぽいんで。だからこの種とかも、じゃないわ、何かしら、加工してから売った方が多分いいよね。ってことを考えると、樽とか、いろいろ。ああ、どうしよう。何が足らない？全部足らないんだね。じゃあ、まあ、60から行ってみる？ 65 だっけ？どこら辺がいいんだろう。コウモリはもう終わったから、前回までコウモリやってたんだっけ。あれが大変だったんで。あ、そうだ、多分ジョウロで間違えて、チョウカやったのかな、俺。もう覚えてないな、俺。前回やったんだっけ？覚えてないわ。お、来た。アイアンに、金鉱に、って、まあ、いっぱい、何かしら取れればいいのかなーっていう。お、来た来た。危ない危ない危ない。
ワイヤーないから。これ何でもいいんだけど、全部欲しいね。どうも欲しいし。どうも。金も。なんで、あ、あれは？邪魔。石炭もね、あればあるほどいいんだよ。あれは倒さなくてもいいか。レアだったらね、倒したいんだけど。おお、森が隠れている。お、早い。早いけど、宝石取るのがメインなんで。で、まあ、ある程度冬までやったら、また、行けるところまで潜ってみてもいいのかな。ただ、ねえ、かなり、食らうダメージが増えてるんで気をつけないとダメだよね。あ、コウモリ、あー、これ良くない。あれ、今、あれが出たんだっけ、はしご出たっけ。出た。アイアン、アイアン。金鉱。金鉱は90、80以降だっけ。あれ、闇は100近くだっけ。あれはあんまりまだ持ってないよね。延べ棒いっぱいキープしておきたいよな。まあ最終的には多分、いや、まあ全部の道具あげなくてもいいんだろうけど。いや、でもあげたいよな、できれば。あ、見えなかった今。石炭ありがとう。石炭ばかりならない。ないな。階段がない。こういう時は近くにない。ここらへん。全然違う。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。よしよし。人参だ。あったあった。これはラッキー。いや、ラッキーとかじゃないんだよな。アイアンいっぱい欲しいんで。階段なくていいんで。アイアンが10個ぐらい。おー、ここ。これ。求めているな、これ。これ何個ぐらいいった？ 34。もうちょっと欲しいかな。で、金。いや、銅に行きましょうか。あれ？移動できない。階段ない？歩道橋。ジオード。これはいい。お、あった。あ、奥まで行けばよかったかな。もうちょっとないかな、もうちょっと。あー、もうでも時間的にもうダメか。ないかな。これ骨がいるところだっけ。アイアンないか。もう11時か。まあ、アイアン取れただけでもマシかな。意外とタフなんだよな。あ、イエティここにあるんだ。72なんだ。あ、これが2よ、これ。オルビーだって。へえ。
いい気や、いい気やと1か2だったよね。もういけんじゃないか。あれ階段がない。あれ、おねっこ。おねっこノックバックしないよね。多すぎ、多すぎ、お前ら。人参。コアラある。いいよ。なんか面白いはないか。もう帰らない。おう、骨。骨はまあでもいらないか。結構出てるよね。なんだかんだね。おお、これ、これ、これ。最後に来たね、当たりが。参りましょう。てなわけで、49個、頑張ったんじゃないでしょうか。余裕で帰れるようになってんね。まあ、こんなもんか。お、これ何これ。布取れるんだ。あれ俺何やったっけさっき。え？覚えてないんだけど。俺何入れた？覚えてないわ。ああ、まあ、後で確認しようか。これ布はいいんじゃないかこれ。これはかなりいいと。あ、10個になった、10個。なったよ。なんだっけ？覚えてないわ。何か作れる、作れたよね。何かが作れるのは分かっているんだが、何だったか覚えてない。まあ、次回やりましょうか。あ、指輪ね。指輪を作れるうんぬんっていう話で、イエティの涙が10個いるっていう話だったかな？確か。まあ、なんで今回は、やめて、次回、イエティの涙を10個使って、これいらないな、これ売りに行くか。骨、ね、こんなにいらないよね。布、布が何だったのか気になる。というわけで、今回はこの辺で終了。